メイとヤスハのラジオでモヤモヤサージ。FM ラジオ川越をお聞きの皆様、こんばんは。メイとヤスハのメイです。ヤスハです。よろしくお願いいたします。このお時間はシンガーソングライターユニットのメイとヤスハがお送りさせていただきます。はい、モヤモヤの向こうの幸せを探す合言葉はモヤモヤサージということで、 FM ラジオ川越から元気と癒しをお届けする歌とおしゃべりの30分です。はい、今日は第16回目のラジオでモヤモヤサーチです。はい、はい、10月はね、はい、前回と、はい、今回の放送分2回を使ってスペシャル企画でお送りしています、うん、はい、その名もロボットから特撮までみんなを熱くするスペシャルアニソン回、イエーイ、はい、そう、アニソン好きのね、はい、私たちがね、うん、語り出したらキリがないと思うんでね、あの特撮ヒーロー系に、ね、はい、絞って特撮とか、あとアニメのね、うん、まあ、聞いてもらったら今日はね分かると思います。何系か、うん、そうですね、そう、はい、ぜひ楽しんでください。はい、ありがとうございますですね。はい、それでは早速ラジオでもやもやサーチ、ロボットから特撮までみんなを熱くするスペシャルアニソン回後半戦始めていきましょう。もやもやソングスサーチ。はい、それではこのコーナーではメイとヤスハが選んだ、もやもやソングをお届けしたいと思います。イエイ。はい、今日のテーマは、今日のテーマはもちろん、はい、ロボットから特撮までみんなを熱くするスペシャルアニソン回。私も言いたかった。じゃあこの熱い曲を、はいはい、お聞きいただきましたのはシルクさんでドリームシフトでした。はい、これは絶対無敵雷神王、絶対無敵雷神王の主題歌でしたね。はい、無敵だった。はい、二部構成のタイトルじゃない、はい、絶対無敵雷神王、そうなんですよ、漢字とカタカナのね、もうこのそれもうね、その組み合わせも素晴らしいですし、素晴らしい、はい、私が今日ね皆さんにこの作品をね、なんでこう見てほしいかというかおすすめしたいかというと、皆さん知ってる方はねもう分かると思いますが、うん、なんと学校がロボットになる、うん、教室がそう、クラスメイトが、ね、秘密基地でね、いつも見てるね、うん、教室がこのなんて言うんだろう、あの席とかね、席っていうの、変形してね、そう、机とか椅子とかがこうシュッシュッて動いて、うん、シュッシュッシュッて動いてシュッシュッて動いて、なんかその、なんかロボットに向かっていくあのこう狭いね道とかが現れて、そこから乗り込んでいく、そしてそのあのなんていうの、もう地下からね、なんかそのあの学校がこうどんどんこう沈んだり浮き上がったりして、で気づくとそのロボットが形成されて、なんかその校庭からね、もうウィンウィンガシャーみたいな感じで効果音ばっかり出すのね、こうなかなかねちょっと音声で伝えるのって難しいですけれども、まあとにかくそのね、自分のその学校がね、夢があるよね、めちゃめちゃこう変形するというね、それがそのなんていうの、ちゃんとその設計ねされてる感じがまたなりそうじゃないですか、本当に。ガンダムとかさ、うん、お台場に出てきたりするから、そう作ってほしいよね、その教室もね、そうなんですよね、もう本当に今の技術だったら絶対できるって思うんですよね、うん、絶対できる、ラジオだからそう、さっきも話してましたけど、うん、まあ、敵を倒すとかはないですけどね、現実には。でも、うん、地域をとかあの行政とこう密着させて、うん、あのもはや社会貢献して、社会貢献して、で日本国に頑張っていただいて、お金を出していただいて、うん、学校でそのなんかお掃除ロボットを作るみたいな、うん、学校の校舎でお掃除ロボットをでっかい学校の校舎でガシャガシャガシャってなったらさ、ゴミ、はい、そのままシューって、うん、そうできそうだね、そうだね、うん、そうだよ、もう規模が大きいから、
そのまま回収、もうそのまま吸うとかね。確かにできるじゃないですか。でもダメだ、学校でお掃除の仕方学ばなければならないから。まあでも それはまあちょっと別としてね。置いといて。教室の中は中で、そのロボットの中のお掃除はまた別に。自動でね。そうやるあのそのロボットとしては広範囲で、あの広域で、あのそのなんとかCとかなんとかクとかをもうお掃除するって。すごい。なんとかク担当の。でもそのみーちゃんの言ってるので、はいはい、いざという時、はい、町のピンチにいざという時、うん、学校が変形して、うん、お助けロボットみたいなやつすごくかっこいいよね。いや本当ですよ。 なんかそういう時にも戦える、あ防災とかね、うん、の時とかもね、こう守れるかもしれないし、守れる、そうそう、シェルター兼避難所兼ロボットみたいな、そうそうそう、本当に夢がねあるあの番組なんですよね、うん、あのまたこうちょっとね、あの詳しくはまたいつかお話ししたいと思うんで、ね、今日はちょっとね、語りたいことがいっぱいありすぎて、次のね話に、しゃぐしゃぐしゃぐ、次の話にね行きたいと思いますが、はい、次のね、はい、だから今ねお届けしましたのは、うん、シルクさんでドリームシフトでした。素敵な声でした、はい、続いて本日の2曲目はこちらです。はい、2曲目にお届けしましたのはレイジーでプレイでした。はい、こちらがね主題歌のね、はい、アニメをね、うん、私ねめっちゃ語りたかった、うん、今年30周年のね、あの記念イヤーでね、いろいろイベントもあるらしいんだけどね、はい、それはそのシリーズの最終シリーズ、最後のシリーズなんですけど、その名もフューチャーグランプリサイバーフォビラシン、最後がシンなのね。あのシンは SIN でシン、最後なんだけどシンなんだ ね、 なんか面白いね。私もシンの意味さ、うん、分かんない、ちょっとちゃんと調べたらあるのかもしれないんですけど、うん、私はそこは自分で想像するには、うん、真実のシンだし、神的な要素のシンもあるし、うん、はいはい、そしてなんかこう新しい世界行くみたいなシンもあるしみたいな、だからあえて漢字にしてないのかなってちょっと思ったんだよね。なるほど、だから、ね、あえて知りたくもないその言い方その言い方悪いですよねはい、でもね、ストーリーぜひね、うん、まだ見たことないという方はね、はい、あのテレビシリーズから、うん、あのゼロが、あ違う違う、ダブルワン、うんうん、11って書いてダブルワンとゼロってシリーズがあって、はい、うん、サガってシリーズがあっていろいろあるんだけど、多分ね1個のシリーズで見ても分かるというか面白いと思うんですけど、うん、最初からは疲れるなって方はもうこの、うん、最終シリーズだけ見ても十分楽しめると思う。要はあのフューチャーグランプリ、うん、あの車、うん、車ですよね。F1 の、あ F1 だ、うん、なんかすごいデジタル技術を駆使したで AI を搭載した車で走るな。一番好きなポイントは、うんうんうん、車とメインの主人公が乗ってる、風見隼人くんが乗ってる車は、はい、アスラーだっていう、アスラー、アスラーだ、アスラーだ、アスラーだって、いろんなアスラーダがあるんだけど、そのアスラーダって言ってるシーンすごい好きなんだよね。なるほど、語りかけるっていうことですよね。いろんなシリーズでいろんなアスラーダがあるんですけど、それはなんか熱いですね。熱い、なんかそのね、うん、やり取りがいい、その機械である人工知能のアスラーダとのやり取りもすごい素敵だけど、やっぱね、あの男同士の戦い、男同士だとか、うんうん、そうだね、うん、なんかね、うん、熱い戦い、うん、成長、うん、なんだけどその最終戦は、うん、その主人公の片目隼人くんがずっとお兄さんのようにしていろいろ教わってきたような立場の人と決戦するみたいな、うん、あ運命の決戦ですか。そう、運命の決戦、はい、その曲がこれぴったりなんですよ。あのね、レイジーだからね、はい、影山博信さん、私前半戦もさ、はい、電撃戦隊チェンジマンの時もね、うん、影と呼ばれる影山博信さんの声でね、やっぱなんかドラマティックになるよね、うん、ストーリーが影山さんの歌だと、うん、そうドラマティックになる、影山さんの声、なんかいや本当ですよ、なんかなんて言うんだろう、あもうなんか言葉にできないけど、なんか触れるこの熱い魂、うん、心、熱い魂、うん、を感じるよね、はい、さっきのね、あのライジンオーのシルクさんの声も、はい、ね、女性だけども、やっぱりこうヒーローものを歌ってる女性の、うん、こう強いけどそう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 綺麗な声の、なんかこう少年の、ね、うん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 、
代弁するかのような、そう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 、爽やかな声なんだよね。もう好き本当に、うんうん、そしてこのね男男したね萩山さんの声も最高なんですけど、うん、そうですね、はい、はい、もう語り尽くせないので、はい、また次回もお楽しみに、はい、次回もぜひやっていきますので、はい、皆さんも好きなストーリーありましたら、ね、教えてくださいね。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。生ソングサーチ、はい、このコーナーではメイと安原生演奏で歌をお届けしていきたいと思います。今日の生ソングはメイと安原の、はい、夏の空太陽に願いをという曲を歌わせていただきたいと思います。はい、お願いいたします。では行こう。はい、夏の日差しにうつむく瞳、寂しくて涙がこぼれる、ずっと一緒にいると思ってた、隠せない後悔があるの、守りたかった、それは小さな約束でも、もう少しだけ時間をくださいみたいよ、大きな夢は小さくなんかならないよ、たくさんの種を宿しているから強くなっていくの、ここから夢がどこまで飛んでゆくのか、君を見てほしい、離れていたって空は一つだから、夏の です。はい。またこんな時間にいつもの変な郵便屋さんだよ。メイと安原さん宛てにホットな郵便が届いてます。はい。その名もフューチャーポストマン絶対無敵メイ安じゃー。
なんだってフューチャーポストマン絶対無敵メイヤスじゃん2回言ったよねもやもや郵便ですよねはい、メイヤスポスト、はい、このコーナーではリスナー様より届いたもやもやレターをお読みいたします。はい、いただいておりましてね、はい、読ませていただこうと思います。はい、はい、ね、では早速、ラジオネーム荒木さん、荒木さんありがとうございます。ございます。メイト安田さんこんばんは。5年前の結成当時から私の支えです。今でも変わらず響く歌声をありがとうございます。曲から伝わるように音楽が大好きなお二人がコロナ禍で思うようにライブができないのは本当に辛いことだと思いますが。それで魂が腐る女性たちではないので笑い、そうですね、ありがとうございます。こんな世の中だからこそラジオを聴いている皆さんにもメイとヤスハの優しさや温かさが届きますように、私は最近妊娠5ヶ月の赤ちゃんの胎教に聞かせてるのでお腹の中に小さなファンができましたよという素敵、嬉しいですね。はい、メイさん、ヤスハさん、どうか季節の変わり目に体調など崩されないように短い秋を味わって過ごせますようにといただいております。ありがとうございます。素敵なメッセージを、ありがとうございます。いやね、前からそして今度はお子さんにまで、うん、これからもねそんな、なんかいい音楽というかね、うん、そういうものをこう届けていけるようにしたいなと。腐るようなメイテンさんじゃないよ。そうですね、改めてね、うん、頑張っていこうと思います。はい、行きます。荒木さん、ありがとうございました。メイとヤスハのラジオでもやもやさーち。いつも頭の中巡ってる。はい、今日も FM ラジオ川越をお聞きくださりありがとうございます。FM ラジオ川越土曜日23時30分からメイトヤスハのラジオでもやもやサーチはコスモ様の提供でお送りさせていただきました。ありがとうございま す。この番組ではリクエスト曲やお悩み相談など リスナーの方々からのお便りも大募集しております。また番組を支えていただきますスポンサー様も大募集中です。すべてのお便りはツイッター FM ラジオ川越ラジオでもやもやサチ公式アカウントまでダイレクトメッセージはツイッターリプライでもお気軽にお寄せくださいませ。メールでのお便りはもやもやサーチmoyasearch@gmail.com までお願いいたします。はい、はい、10月のアニソンスペシャル、はい、いかがでしたでしょうか。ね、楽しかったですね。私たちは最高に楽しかったです。はい、皆様もぜひ、うん、素敵な夜を引き続きお過ごしください。急にそんなこと言い出しました。そうですね、本当にいい夜をお過ごしいただきますように。では名残惜しいですが、名残惜しい、はい、それではまた FM ラジオ川越でお会いできる時まで皆様の心のモヤモヤに幸せが訪れますように。モヤモヤサーチ。